メイの姉ちゃん、あ、違う、メイ様、おかえり。メイさん、どうかしたの、メイ様。いや、待ってパルド、様付けはやめて、なんだか変な感じがするから。え、あ、でもメイの姉ちゃんじゃなかった、メイ様の名前をそのまま呼ぶのも良くないんじゃない。もともとみんなのことを兄ちゃんや姉ちゃんで呼んでるし、メイの姉ちゃん、メイ様のようなビップはやっぱり他の人たちと差をつけないといけないんじゃないかな。安心してメイの姉ちゃん、メイ様、こういった特別な称号は私のところではメイ様一人だけのものだから。あなただってその呼び方に慣れていないじゃない。パルド、いつものように呼んでちょうだい。いやいや、ダメだよ。私のような商売人は呼び名をうっかり間違えたりしたら大変なことになるんだから。それはもはや一つの知識みたいなものだよ。他の呼び名はさておき、様や旦那ってつけただけで何度もいいことがあったもん。特にまだ黄昏の町にいた頃は、相手が誰であろうと様や旦那で呼んでたんだ。そうすれば万が一誰かに聞かれても、ただ任務の報告をしてただけだと思われる。安心して旦那、例の物全部手に入れておいたよってね。そしてその存在しない旦那を捕まえるため、ヤブヘビにならないように相手は軽率に動けない。何かが違うと気づいた時には、へへ、私はもうとっくに逃げ切ってるってわけ。知らなかったわ。昔はそういう生活をしてたのね、黄昏の町。パルド、千号もそこにいたって話をしてたわよね。つまり火を追う賀に入る前から二人は知り合いだったの？そうでもないよ。千号の兄ちゃんのことは火を追う賀に入ってから知ったんだ。当時はすごくびっくりしたんだよ。まあ、思い返してみれば、確かにいろいろつながるけど、そうだとしても、千号の兄ちゃんがあの療養所の運び屋だったなんて、誰も思いつかないよ。療養所？うん、黄昏の町の療養所。あそこで唯一の療養所でもあるんだ。ご飯すら食べられない人たちがたくさんいた。子供もいれば大人もいたよ。ただしばらくしてあそこは廃墟となったんだ。原因は何だったのかな。火災？それともガス爆発だったっけ。多分崩壊でしょうね。ああ、そっちの時代でもそういった理由で崩壊関連の事件をごまかしてきたんだ。それは全然変わってないんだね。黄昏の町の療養所、崩壊による災害、戦後。待って、まさか彼と桜はそこで。あ、どうかしたの、メイのね、メイ様。急に黙り込んで思い詰めた顔をして。ああ、いいえ、ただ新たな考えを思いついただけだから。それとパルド、本当にもう様付けで呼ばないで。好きじゃないし、変な感じがするの、とっても。あ、じゃあ、わかった、メイ様。あ、じゃなかった、メイの姉ちゃん。色、たくさんあるけど、まだ足りない。この絵には、新しい色が必要。でも、どこにあるの？グレッシュ、またここに来たのね。どう？欲しい色は見つかったのかしら？まだ、ここには、たくさんの色があるけど、欲しい色がない。そんな、存在しない、
まだ作られていない色。存在しない色？うん。例えば。これ。これなら、存在しない色を作れると思う。いろんな赤。いろんな黒。暖かくて、冷たくて。グレージュ？あなた、彼女から、離れてくれないか。ライデン・メイ。コズマ？コズマ、私を迎えに来たの？ああ。でも、まだ帰りたくない。もう少しここにいたいよ。アトリエにある色は少ない。ここにある色は多いの。だから、もう少しここにいたい。ダメ？コズマ。ライデン・メイ、少し来てもらえないか。あんたと二人で話したいことがある。それで？どういうことなの？忠告し忘れたかもしれないが、グレージュと会うときは武器を持ち歩かない方がいい。それはありえないわ。自分を窮地に追い込む人を相手に、私がそうする理由をあなたも理解できると思うけど。俺の前なら構わないが、グレージュはあんたのような人と頻繁に会うべきではないんだ。その理由は、今のあんたにはまだ早い。いや違う、それは言えない。これじゃケビンに似すぎている。グレージュはそういうものの影響を受けやすい。刀にある邪気と殺意は彼女を別の何かにするかもしれない。俺の知らない姿に。待て、この感じだとサクラに似すぎてしまうだろうか。まあいい、適当にきつくない言い方にしよう。とにかく俺の言う通りにした方がいい。あんたに害はないはずだ。やっぱり、いいでしょう。あなたに会うわ、アポニア。ああ、メイ。よかった。しばらくぶりだけど、新しい傷跡は増えていないようだ。アポニア、以前、待ってください、メイ。ここが乱れている。私が直してあげましょう。もっと近くに来てください。いい？
ありがとう。大したことではないよ。もし可能であれば、本当はその眉間の疲れと困惑をこの手でなくしたかった。確かに困惑してるわ。そしてその理由はあなたにあるのよ。ここに来る前、私はある事故に遭遇したんだけど、あなたが私を助けてくれたようね。ええ、しかし私がいなくてもビルビは彼女の大鳥を完成させた。耐えられないと思ったからそうしただけ。紆余曲折の中、あなたにこれ以上の苦しみを経験してほしくなかったから。けどあなたは10日後に私を殺すとそう言ったわね。それならどうして私を助けたの？それはあなたを殺すことは私の本意ではないから。もうすぐあなたもわかるはず。誰かを殺すことは悪意がなくてもできる。あなたを助けたことと私が未来ですることは矛盾していない。あれは未来の私とあなたの間にある運命。止めることも逆らうこともできない。もし選択できるのなら、私だってあなたに首を絞められ、そういう悲しい運命を一人で背負いたかった。さあメイ、今日はここまでにしましょう。このエリアへの長居は今のあなたにとってやはり少し無理がある。次の再会を楽しみにしている。ここは戻ってきたのね。さっきアポニアと話をしたとき、思考が私自身の言うことを聞かないみたいだった。アポニア、それがあなたの本当の能力なの。メイ殿、どうかしたのか？ええ、ちょっとね。最近黄昏の街に関することを耳にして、それで。メイ殿はわらわを責めるために来たのか？責める？組織の命令とはいえ、わらわにはあの悲劇に対して逃れられぬ責任がある。つまり黄昏の街の療養所、そこは確かにサクラと千号が出会った場所だったのね。その通りじゃ。千号、彼はあの任務で最も大きな不確定要素、もしくは予想外じゃった。いいな、本当にあの任務は千号のような予想外なことばかりじゃったな。どうやら私の知らないことはまだたくさんあるみたいね。
当事者であるわらわにとってもそれは変わらぬぞ。今でもわらわはあの事件の全貌を知っておるとは言い切れぬ。最初わらわは機密が外に漏れぬよう火を追う賀の裏切り者数名の粛清を命じられたのじゃ。じゃが黄昏の町に着いた後わらわは察した。そこの状況は想像していたよりもずっと複雑じゃと。崩壊病よね。ああ、そこの感染者は多く、しかも人目につかぬように隠されていたのじゃ。同時にあの町には旦那と呼ばれる謎の人物もおったようで、黄昏の町であったことは全てその人物が絡んでおったようじゃが、その正体を知る者はいなかった。旦那、どこかで聞いた呼び名ね。それ以外にわらわが入手した情報は訳のわからぬ歌だけじゃった。黄昏の町は外から来た者を拒絶していたからの。特にわらわのような兵士は想像できぬほど拒絶されたのじゃ。故にあらゆる突発的な状況に対応できるように火を追う側はわらわに通常の規格を超えた武装を用意してくれたのじゃが、戦後を前にした時わらわにはやはりこの刀しか残っていなかった。住人たちとの消耗戦はそれほど厳しいものだったのね。ああ、いや、実はそれらの武装は任務が正式に始まる前に盗難にあったのじゃ。盗まれた装備を取り戻すためわらわは捜索範囲を広げ、療養所の異常に気づいたのもその時じゃった。あの任務にあった予想外の展開は途中から最後まであまりにも都合が良すぎた。まるで誰かがそうなるように操ったみたいにの。裏切り者の追跡がなければわらわが黄昏の町に行くこともなかった。黄昏の町の複雑な状況がなければ組織が特殊な規格の武装を用意することもなかった。それらの武装が盗まれていなければ感染者たちの集まる場所、黄昏の町の療養所にわらわが気づくこともなかったはずじゃ。その後のことは何時の知る通りじゃ。メイドの予想外じゃった戦後の登場は火を追う賀の上層部に衝撃を与えた。それをきっかけにその後はいろいろと変わった。そしてもっと予想外じゃったのはわらわが黄昏の町から連れ帰ったあの二人が最終的に英傑になったことじゃな。確かに都合が良すぎる気がするわね。しかもその予想外のことにはどれも人為的な要素が入ってる。その要素を全て計算に入れるだなんてありえない。待って、さくら、今黄昏の町から連れ帰ったのは二人って言ってなかった？ああ、アポニア、彼女もその一人じゃった。あの時アポニアが崩壊病の爆発を促した元凶だと疑った火を追う側は彼女を拘束するようにわらわに命令してきた。それがなければもしかしたら彼女は一生火を追う側と関わることもなかったじゃろうな。黄昏の町、なんだかそこって人材を排出する場所みたいね。私の知ってる限り英傑の中で少なくとも3人はその場所と関わりがあるから。もしかしたらそれも予想外なことの一つかもしれぬ。あら、一緒に居すぎたみたいね。うん、早くこの場を離れないといけないわね。このままだと誰かがへそを曲げるもの。あら、メイ、いいタイミングに来てくれたのね。中和をお願いするために今から探しに行こうとしていたのよ。中和？あ、メイお姉ちゃん。はーい、
私に会いたくなったの？はい、これが中和が必要な部分よ。これはエリシアが教えたの？なんて言えばいいのかしら。そうとも言えるし、そうでないとも言えるような。あ、まさかメイ、まだ気づいてないの？グレーシュの特別な宝。グレーシュ、彼女はうまく守られていて、接触できる機会はそんなにないわ。ええ、そうよね。でもそうじゃなくても、メイ、グレーシュと触れ合う時間はコントロールしないとダメだからね。もしいつかグレーシュが、エフデよ、私に服従しなさいとか言い出したら、ダメダメ、あまりにも変だもの。その話だとグレーシュは他人の影響を受けやすいのかしら。それとも彼女は自覚せずに誰かの真似をするの？多分影響とか真似とかそんな簡単なものじゃないと思うわよ。例を挙げると、グレーシュを真っ白な紙だと思ってちょうだい。自身の材質と特性があるけど、もしうっかり何かが付着してしまったら、それはもう白紙じゃなくなるでしょ。ほら、今がそういう状況よ。彼女と少し一緒にいるだけでもう私そっくりになってるもの。確かに分かりやすい変化だわ。でも彼女の自我はどうなってるの？もし彼女がずっとあんな感じなら。まあまあメイ、私が挙げた例をちゃんと聞いて。言ったでしょ、グレーシュには自身の材質と特性があるの。白紙に付着したものはそれを覆い隠せるものは強くないから、すぐに消えてなくなるの。付着した時のように簡単にね。シンプルに言うと、絵を一枚描いたらグレーシュは元通りに戻るはずよ。そして本当のグレーシュは…それは難しい質問ね。天使のように可愛い彼女を見たことがあるし、悪魔のように恐ろしい彼女を見たこともある。もちろん二者とも彼女の本心じゃないけどね。そういうことに直面するほどまだ年を取っていないもの。